さっぱりした。なんだ、まだいたのか。先にベッド行ってていいって言ったのに。テレビもつけないで何して。あれ、もしかして課題やってる。え、全部終わったって。へえ、本当だ。すごいな。まさか今日中に終わるなんて。ごめん、冗談。お前はやる気になればちゃんとできるんだよな。知ってるよ。褒めてほしいって顔してる。確かに、ちゃんと俺の言いつけ守ったもんな。よく頑張ったな、いい子。お前も俺も風呂に入ったし、あとは寝るだけなんだけど、その前に頑張ったご褒美あげないとな。おいで。ちょっと、こら、暴れない。このままベッドまで運んでやるから、おとなしくしてなさい。でも、何？ここまでしなくてもって思ってる？俺はね、やると決めたら徹底的にがモットーなんだよ。お前を可愛がることに関しては、特にね。行くよ。捕まってろ。はい、到着。それじゃあどうしようかな。ね、何してほしい？今夜は特別。俺にできることなら何でもするよ。ん？ギュッてしてほしい？いいよ。はい。次は？キス。ふん。どこがいい？ほっぺね。一回でいいの？なんだ、欲がないんだな。せっかくのご褒美なのに。それなら、あとは俺の好きにしていい？お前の嫌がることはしないよ。大丈夫。じっとしてろ。俺に任せて。じゃあまずはパジャマのボタン外そっか。俺ね、好きなんだボタン外すの。こうして一つ一つ外していくたびに、だんだんお前に近づける気がするから。どうしたの？耳、真っ赤になってるけど。こら、なんで顔隠すの？言ったろ、じっとしてろって。
だから、こういうこともしなくていいんだよ。俺にちゃんと見せてくれないと。この可愛い顔も、潤んだ目も、柔らかい肌も、全部。ん？ああ、確かに言ったよ。お前の嫌がることはしないって。でも知ってるから、お前の嫌だは素直になれないだけで、本当はもっとしてって意味だもんな。そんなに恥ずかしい？しょうがないな。電気消したよ。これで平気？まだダメ？でも、これ以上はもうどうしようもないしな。それなら、目、閉じて。で、俺の首に腕回して、こうすれば、お前からはもう何も見えないだろ。すごい。お前の心臓の音、速くなってるよ。わかる？さっきので、やらなきゃいけないこと全部終わったから、余計なこと忘れて集中できてるのかな。ねえ、俺も、ほら、同じ、お揃いだ。この後はずっと、俺のことだけ考えて、朝まで可愛がってあげるから、このままおとなしく、俺に抱かれていなさい。